魚雷に刻まれた地震動の昨今地震動の昨今は静岡県伊豆の国市南江にある魚雷についた摩擦根国指定の天然記念物旧江小学校北東の角に展示されている地震動の昨今静岡市地震動の昨今の位11930年3月10日旧田形郡江村交換尋常小学校の校庭に中婚費が混流された際 海軍省より譲り受けた魚雷が中根比の付属物として展示された。同年の11月26日に発生したマグニチュード7の北伊豆地震により、魚雷を乗せていた台座の突起物により、魚雷腹部に曲線上の傷がついた。魚雷自体は重量が大きかったため地震による動きは乏しかったが、台座の方は軽く不安定であったため、地震による激しい揺れによって、 台座から突き出ていた突起物が地震系の針の役割をした結果、天然の地震グラフ曲線ができた。傷の長さは全長7 2 5ト、mm、ルに及ぶ。4年後の1934年1月22日、この傷のついた魚雷そのものが国の天然記念物に指定された。2013年に神奈川県茅ヶ崎市にある旧相模川橋脚が指定されるまで、 日本に数ある国指定の天然記念物の中で自然物でないのはこれだけであった。伊豆の国市南江間の旧江小学校跡地の一角に展示されている。ありがとうございます。